はい、京都府宮津市、丹後由良、由良海水浴場です。安住潮汲み浜が見えていますけど、海月楼さんの裏というか海側、なんとどこでもドアがあります。はい、ドアダンパーがあります。おとちゃんに会いたいっす。はい、竜宮城でした。はい、こちら側は緑なんですね。はい、観光資源としていいと思います。はい、貨物船が舞鶴港に入港しますね。火が高く上がってきました。京都府宮津市由良、安住姫潮汲み海岸が映っています。その向こうは南具海岸、逗子大丸が芝を借りに行ったところですね。はい、タイムラプス動画にしましょう。京都府宮津市丹後由良、2024年6月26日水曜日午前7時30分です。安住姫潮汲み浜が映っています。はい、丹後由良の海月楼さん、国道175号線。丹後由良駅まで行きます。そうですね、はい、西半分だ。京都丹後鉄道丹後由良駅です。エアコンが入ってて涼しいです。海鉄、海鉄、タングエクスプローラー、タン鉄フォトコンテスト、ゆらゆらまったり、カンコレのゆらさんの聖地なんですね。京都丹後鉄道丹後由良駅です。はい、駅前ロータリー、ここで舞鶴高専の吹奏楽部がコンサートをしたこともあります。で、その時ですね、そちらに由良小学校があるんですけど、そこで舞鶴高専のロボコン展示をしました。懐かしいです。あと十数分で丹後関関への帰りの列車に乗ります。
アンチシフォンケーキ、ユラフィナンシェ。昔ここでプリンを、船になってる。